ます。なこです。今日は久しぶりにゆる動画なんですけど、で今日はねミッフィーちゃんです。これ動画でも前紹介したことあるんだけど、ミッフィーちゃんのセーターです。かわいい。じゃあ最後まで見てくださいね。バイバーイ。はい、じゃあダイソーで購入したものを紹介していきます。今回ほんとフラッと必要なものをパパパッと買ってきたんですけど、まずこの仕切りケースの2番、仕切り板3枚付き、これはいろんなパターンがあるんだけど、私は2番を今回は3つ買ってきました。はい、こちらのケースはちょっとウータンのヘアアクセが増えてきたので、こういうちょっと大きめのシュシュだったりとか、こういう大きめのリボン、これを収納する用として購入しました。で、ここは全部ヘアアクセで、収納ケースは全部ダイソーで揃えてます。こまごましたものはこういったケースとか、こういうちょっと深型のケースとか、今回買ったやつのちょっとショートバージョン、ここにヘアクリップを入れてたりとかで、まあこんな感じでシンデレラフィットしているんですけど、これ重ねられるんですよ。で、なんかちょっと下のものを取るときはこれをどかして取るっていう手間はあるんですけど、あんまり下の細々したアクセは使用頻度が少なめなので、まあいいかなと思います。はい、ここは以上です。これもリピ買いで便利ベルト3本、ボックスを止めたりとか、こうタオル類ブランケットとかをまとめたりとか、何かをまとめるのにすごく便利なバンドですね。でマジックテープで取れます。はい、これはキャンプ用のブランケットとかなんですけど、こういうのをまとめておくのに便利で、これは無印のブランケットなんですけど、これをねまとめておきます。キャンプも早くまた行きたいな。ちょっと冬なので今は寒すぎて行けないんですけど、はい、こんな感じで、よいしょ、 OK。 キャリーバッグ用のサリーソックスです。これ便利ですよね。これグレーとブラックがあるので、ブラックも買いました。これで汚れない家でも OK。 あとは積み重ね収納ボックスの深型で、このケースには小豆の力っていうやつがあって、これ使うときは必ず電子レンジでチンしてから使うので、まあこれの定位置は電子レンジの隣がいいなと思って、このケースに入れて、ここが空いてて、ここがねちょうどベストだなと思ったので、ここに定位置として置いておきます。あとピタッと押すだけ密閉のシリコーン蓋、これはお風呂の排水口のところにピタッと置いて、オキシクリーンとかでつけ置きする際に止水蓋として使ってみようかなって、なんかどうやらピタッとしっかりと止水してくれるみたいなので買ってみました。よかった、しっかり溜めれそうです。めちゃくちゃ便利。おー、使えますね。これでオキシクリーン付けができます。乾かすときはこのラックのフックにかけておきます。これも便利ですね、水切りができるので。はい、こんな感じです。カードケースですの深型タイプと浅型タイプ。ちなみにこれ狙って買ったわけではなく、たまたまなんですけど、さっきのこのケースにすごいシンデレラフィットします。こんな感じで、すごいシンデレラフィット。この中にはこのトランプと、この中に入れてた花札を入れ替えようと思います。こういうさ、トランプって蓋が取れてるじゃないですか、パカパカ。お出かけ用と自宅用で2つ持ってます。うーたんがトランプできるようになったので、最近よく遊んでます、トランプで。で、花札はポッケースに入れ替えます。花札も楽しいですよね、できるようになると。スヌーピーの花札を使ってます。で、もう一個のケースはウノを入れたいと思います。ちょっと今手元にない、どっか行っちゃったんだよね。このテレビ横のこのチェストの真ん中に、自宅でできるワードウルフとか人狼とかのカードゲームとか、あとこっちには将棋とか置いてるので、このトランプと、と今ないんだけど、ウノと花札はここに収納しておきます。これもダイソーかな、100均のコンテナボックスにぴったりでした。で、こっちスピーカー置いてて、
もしかしてこれもシンデレラフィットじゃない？あ、これもシンデレラフィットだ。縦も横もシンデレラフィットです。このスピーカーは旅行用のスピーカーです。ここにはザーネクリームとか、お風呂上がりにたまにつける、なんだっけこれ、そう、これとか、あと前壊れちゃったウェットティッシュ、カインズのウェットティッシュケース、ガムテープ、あとは DVD とかが入ってます。ここはこんな感じで整理できました。今すぐ使う予定ではないですけど、ちょっといろいろ見直したいところがあって、そこに使う用のボックスケース連結パーツというものです。とこれずっと欲しかったの、味玉子メーカー4個同時に作れるやつです。この形の設計によって、あの少ない調味料で味付け卵が作れるという。そしてね、タッパー上の蓋もついてます。めちゃくちゃ便利グッズですね。冷蔵庫で寝かして、これで味付け卵を作ります。はい、続いて好きなところに貼って剥がせるタイプのバンドです。これケーブルとかをまとめておくのに便利だなと思って買いました。で、このワンタッチバンドはここに使いました。ちょっとごちゃごちゃなんですけど、そういう充電器類はこんな感じでまとめました。粘着シールタイプの面ファスナーセットです。今テーブルの後ろにつけてみました。こんな感じで、リモコンがテーブルの上に置いてあると、どうしてもこう生活感が出ちゃうじゃないですか。なのでこれをテーブルの裏に隠すというね、こんな感じでできました。で、今まではここにティッシュもね固定してたんだけど、この面ファスナーでティモとエルがティッシュで遊んじゃうということになっちゃってあのティッシュを固定するってことはもうやめました。続いてこちらリピ買いです。バンブーまな板、これいくつか形あるんだけど、ダイソーで、私はこの形が一番気に入ってて、1個目、ここにあったかいお椀か何か置いたんだよね。とにかく熱いもの置いちゃって、そしたらこの板がグニャンって曲がっちゃったんですよ。なのでリピ買いしました。まあ、200円なので、こうダメになってきてもまた買い替えやすい値段なので、しかもちっちゃすぎず大きすぎずっていう、気軽に使えるまな板で気に入っててリピ買いしました。まだ本当は必要なものがあって、今日セリアに行きたいんだけど、ちょっと時間なさす。セリアの購入品もまたやろうかなと思ってます。多分ね、わかんないけど。ていうかね、今日生理中で1日目なんだけど、今回はすっごい PMS が辛くて、あのむくむし、なんだろう、なんか最近全身に湿疹、じんましんみたいなのができてて、今日皮膚科行くんだけど、やっとなんか全身痒いし、なんかポツポツ、赤いポツポツができてきたりとか、とにかくやばいの今コンディションが。なんか全然笑えないの、なんかむくみすぎててちょっとすごい今不調なんですけど、なのでちょっとあんまり張り切りすぎず、ゆるくね、今日は動画を回す日かなと思って、ゆるく回させていただいてます。そんな日もあるということで、女の子はいろいろ大変ね。ということで、カバンの中身、I have a thing for darkness, but you can see with your mind. Even when I have my doubts, you say your love isn't blindSo I can give you shelter. But am I a part of your goal? ノンアルのウェットティッシュと普通のティッシュ。私はいつもセリアでこのホワイトのやつを買ってます。とハンカチ。ハンカチは3コインズのやつです。お財布はこれもアプリリーで作った新しいウォレットなんですけど、私はこのグリーンがお気に入りです。これは4色展開、ブラック、グリーン、ベージュ、ヌーディーなベージュにピンクが差し色で入っているカラー、この4つのカラーでめちゃくちゃ入るんですよ。カードも1、2、3、そして開いたこっちにも4、5、6で、このお札が入るとこにも7、8で、お札もたくさん入るし、コインもざっくり入ります。街を作ったのでめちゃくちゃ入ると思う。2つ折りですごく使いやすくて、後ろにもポケットを作ったので、ここに例えばなんかスイカとか
入れてピッてできるようにしてもいいよね。イヤホン、スマホ、ちょっとこまごましたハンドクリームとかはポーチに入れます。ハンドクリームはディオールのアドベントカレンダーに入ってたやつ使ってます。すごくいい香りで癒されるんですよ。化粧水ミスト、今は RMK のグローミスト C っていうのを使っています。で、白のエッセンスリップオイル、これは友達からクリスマスプレゼントでもらいました。で、今使ってるリップがクラランスのコンフォートリップオイルインテンスの01番と、その上にボビーブラウンのクラッシュドリップカラークランベリー、このカラーはすごく気に入りで、赤リップの時はこれですね。最近は一回クラランスのこのティントのリップを仕込ませてティッシュオフしておくんですよ。そうするとこれ拭いても飲んだり食べたりしても色が定着しているので、これでまずなんか唇の色を整えておいて、上からボビーブラウンを使っています。で、イプサのクリエイティブコンシーラー、一応直し用にね、これと、あとイプサのデザイニングフェイスカラーパレット103の OR。 なんかイエローのパウダーは目の下に塗るとどんよりグマをぼかしてくれるんですよ。なのでお直しに最適だし、鼻筋とかもこの黄色のパウダーでやると鼻を高く見せてくれたりとか、テカリを抑えたいなっていうところにパパパッと使ってます。で、ハクスリーのクッションファンデ、これはもうお直し用で今使ってます。で、あとコタのヘアフレグランス、これもいつも行ってる美容室で買いました。これはジュンタンが買ってきたんですけど、めっちゃおすすめだからみんなこれ買ってみてください。 HN のハンドレーディングハンドクレンジングスプレー、アルコールスプレーです。で、香料も入ってて、アルコール除菌とは思えないいい匂いがします。リバーナの巾着袋をまとめて入れてます。携帯も入れて、でここがマグネットになってます。このねチェーンも調節できるので肩掛けしてもいいし、まあ基本ショルダーだね、私は楽なので。こんな感じでショルダーバッグとして使ってます。私はこれから皮膚科に行ってきます。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございます。ちょっとゆるっとした動画だったんですけど、この動画は以上になります。バイバーイ、行ってきまーす。I'm pretty sure you're safe, but still afraid. I'm walking in your garden, knowing what you're dreaming of. Past the copper statues. Of everyone you've ever